はい、どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。よろしくお願いいたします。私はですね、今現在、俳優の室剛さん率いる公演、室敷八というね、舞台に出演中でございます。横浜公演中でございます。まあ、室敷で、まあ、室剛さんと、そして私長野宗則と、そして、まあ、もう一人ヨーロッパ企画のメンバー本田力くん、この3人で、やるオモニバスの演劇公演なんですけれどもね、まあ本当、まあ、スリリングな日々を送っておりますよ本番の。で、まあ、もう立ち上がったばっかりなんでね、もう11月のね、もう本当昨日立ち上がったばっかりのこの公演が、だから、まあ、本当まだドキドキしている日々ではあるんですけれども、早速ですけれどもね、まあ11月になりましたので、先月まで僕のお相手をしてくれました住田隆くん、ヨーロッパ企画メンバーのマンスリーゲストでございましたけども、11月になりましたのでまたガラッとちょっとメンバー変えまして、今月11月の僕のお相手を務めてくれるマンスリーゲストを紹介したいと思います。現在室敷でも共演中でございます本田力くんです。どうぞ。どうもヨーロッパ企画の本田力です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ガラッとメンバー変えるって言ったから、はいはい、なんか室さんが出てくる感じになってたけどヨーロッパ企画のメンバーその二択やっぱりよぎったよね、うん、今の流れやと、うんうん、だからガラッと変えるって言わなきゃよかったのになって思ったです、うん、そうだね、ガラッと変わらない方だから二択のうちのそうです、ね、うん、どっちかというと似たよった方ですね。まあ長野さんとはね、9月末まで、はい、KBS 京都ラジオで、はい、うん、長野本田の劇的ラジオというのは7年間一緒にやってきてて、ね、7年間ずっと2人でラジオ番組やってたんですよね、うん、はい、ね、だからそれ以来の、そう、それが9月末までやってたから、はい、まあ、10月1ヶ月ちょっとまあ置いてまた再開してやれるっていう、まあね、7年間初めてやったラジオが終わるっていうので、うんうん、9月末はちょっとこう、うん、なんていうんですか、ね、なくなる感じ、消失感とか あったよ、ね、あと感動とかあったんですけど、うんうん、もう10月からすぐ長野さんラジオ始めてんなっていう感じはありましたけども、はい、またでも呼んでもらえて、うん、はい、本当にもうやっぱ7年間やってたからね、うん、うん、やっぱ僕らそのラジオ、そのね、前7年間やってたラジオでも、うん、占い師さんに来てもらったじゃない。はい、で四柱推命っていうの、うん、それで見てもらって、僕1977年2月生まれでしょ、で、本田君は1979年6月か、はい、でまあ全然生まれた、ね、年も月も違うんだけど、うん、占い師さんびっくりされて、はい、お二人何ですかって言って、うん、あたふたあたふたされて、うん、なんだろう、怖いこと言われるのかなと思ったら、うん、もう二人、双子か何かですかみたいな、もう ね生まれた年も月も違うのに、ちょっとそんなちょっとおかしな発言しだして、そう、もう運命が全く一緒って言われて、ね、星めぐりが全部一緒だっつって、うん、そうそう、死ぬ時も一緒って、だから長野さんの方が2歳年上で死ぬんですけどねそれは絶対時間差生まれるんですけど、時間差あるんですけどね、ね、うん、それぐらい、まあ、もう僕らはもう本当になんか、まあ、人生運命もこう寄り添って生きてる、はい、みたいな運命共同体的なね、僕意識があったんです、うん、なるほど、もうありました。だからまあね、今年 もずっと一緒にいますしね。そうなんですよね、はい、でもまあなんかこうやってさっきのオープニングとか一人で喋ってるの聞いたらなんか新鮮でした、はい、ああ、なかったから、ね、だからほぼね、その7年間やった番組の方では、うん、本田くんが周りと進行してくれてたから、はあ、聞き手に回ってくれたりとか、うんうん、だから僕だから本当にね、うん、ドキドキしてんのよ。あ、そう、毎週うん、うん、でもいいじゃないですか、そのドキドキフレッシュ感が、ね、まだね、そうそう、フレッシュ感味わいながらやれてるんですけどもね、うん、もうだってお芝居始めて十何年ぐらいですか、うん、だから僕高校の1年生からやってるから、うん、いくつ15、13、14、20年ぐらいやってるわけでしょ、うん、あ、うん、そう、ほんと20周年かもしれないから、うん、まあお芝居はもうそんなドキドキしないでしょ、うん、もうやってて、そんなことないよ、そんなことないよ、あ、やっぱし、うん、ドキドキしてるよ、してるんですか、してるしてる、本田君もしてるでしょ、いや、してます、同じぐらいしてるよ、本当、うん、もっとしてるかもしれない、なんでもっとしてるいや、本当よ、本当よ、もう末端がもう冷えてるもん、もう緊張しすぎて、もう足の指先と手の指先と、うん、唇乾くし、うん、うん、
もうかの極度の緊張。あ、じゃあ今の室敷もその緊張なんかやってるんですか。やってるやってる。うん、まあね、ツアー回っていくうちにだんだん、まあ、慣れてはくるんでしょうけど。そうです ね、うん、だから本当に長いよね。もうだから今年はさ、うん、ヨーロッパ企画の本公演ビルのゲイツ、はい、8年回ってたでしょ、はい、で稽古7月からだったから、ずっと、10月の頭までその公演やってて、はい、でもう本当待ったなしで室敷の稽古始まったから、うん、はい、かれこれ7月から、はい、8、9、10、11、12だから、はい、これ12月まであるからね室敷が、うん、でも半年間一緒に、ね、うん、活動しているというような状況になるよ。もうこれも双子たるゆえんですよね。運命共同体たるゆえんですよね。あ、そうですか。うん、僕が風邪で寝込んだ時看病に来てくれなかったですけど確かにね、うん、そういうとこあったけど、奥さんよりも合ってます、うん、僕の方がもしかしたら。あ、それあるかもね、うん、ね、だって京都2年僕既婚者でございまして、はい、ね、家には妻がいるんですけども、うん、会えてないですからね。で今単身赴任中だから、うん、うん、だから本当そうだよ、うん、劇団員の方が一緒にいるもん ね、 ね、うん、今はしかもそれで室敷やか、うん、室さんとも一緒にいて、うん、はい、でも室敷で、3人で3本のオムニバスをやるんですよね、はいはい、そうなんです、そうなんです、うん、で室敷っていうのがね、まあ福岡がね、来週本番なんですよ、はいはい、今ラブ FM を、お聞きの皆さんぜひ見に来てほしいんですけども、うん、11月13日木曜日から、11月14日金曜日、福岡の天神のイムズホール、ヨーロッパ企画の上田くんが1本書いてくれて、うん、はい、うん、あと藤木光彦さんでシティーボーイズさんの台本とか、うん、うん、世にも奇妙な物語とか、ね、NHK、 あ、Eテレの見つけたの作家さんの藤木さんのが1本、うん、うん、そして、なんか今回は初めての試みで、うん、今まで、ね、長野さん、室さん、うん、僕が1本ずつ書いたりとかいう公演もあったんですけど、うん、そうじゃなくて3人で1本作ろうみたいな話を室さんが言ってきてくれて、うんうんうん、それでみんなでちょっと頭、うん、ね、そうですね、なんか共同脚本みたいな形で、うん、そうそう、1本あるわけです、ね、はい、うん、だから初め稽古場では割とそうやって話し合いでみんなネタ出して、うんうん、それを演出助手の人が、ホワイトボードに書いてくれて、うんうん、どうしようどうしよう、あ、こういうのもいいんじゃないとか言って、うんうん、そういう時間が結構あって、僕正直これ誰が書き出すんやろうと思ってて、あ、そうだよね、うん、まあ、最終的にまとめるのは、うん、まあ、室さんが、そうそう、室さんが書き、うん、ある日を境に書くようになって、うん、あ、室さん書いてくれるんやと思って、うん、あ、ちょっとドキドキしてね、そう、うん、でもなんか誰かね、うん、その今回出たアイディアにふさわしい作家がこう選ばれるのかなみたいな、そうそう、とか室さんが俺タイピング遅いんだよねって言ってた日があって俺はもしかして誰が打つか会議をここから始まるんかなと思って、コピーペースト、うん、Mac のね、うん、コピーペーストとか コピーカットとかさ、うん、そこら辺のやり方も分かんないみたいな、ショートカットのやり方ね、いつもカーソル合わせてやったはって、うんうん、これでだいぶ台本が進むよって別にコピペ覚えただけっていうだけなんですけど、よう2008年からやってるね、室敷ね、うん、そうそう、うん、それでまあだから室さんが、うん、台本に、うん、けどで今回のさ、うん、共同脚本の原案っていうか元の設定は本田くんだよね、うん、あ、そうなんですよ、僕が設定、うん、でだからこれさ、うん、僕らその稽古に入る前に、うん、一緒になんか共通の体験、共通の価値観みたいな、そういうものを共有しようっていうので映画見に行ったね。そう、うん、なんか前に、うん、前の前回ぐらいの室敷の時にそういう時間を作ろうって言って、うん、みんなでうん、レスラーっていうミッキーロークのレスラー見に行って、ミッキーロークの復帰作っていうんですかね、うん、レスラー見に行って、うん、その時はそれが一切作品に反映されなかったんですけど、うん、でもあの時間は大事だっていうことで、まあ、一緒に笑ったり、うん、まあね、それが、まあ、まあ、もしかしてあんまりね共感できない映画だったとしても、うん、それはそれで共通の経験値になるから、うん、そうで今回ね、アバウトタイムっていう映画を、アバウトタイム、すげえよかった、あれはよかったよね、よかったよ、まだやってんのかな、やってんじゃない今、やってあれだって、あれをもうだって今、うん、もうロードショー終わらせておかしいですもん、うん、今もやってないと、うん、年内いっぱいやっといてもいい映画ですよ、あれはロングラン、ロングランですよ、した方がいいよね、うん、確かに、もうみんなに見てほしいわ、もう会う人全員に勧めてますからね、ね、だからまあ割と家族の、ね、お話だったりしてさ、うん、でまあ、お父さんにも感情移入できるし、うん、お母さんにも感情移入できるし、息子にもね、娘にもできる、すごいもう多角的に楽しめる映画、ヒューマン、うん、
そして SF、うん、いや室敷の話どっか行っちゃいそうだけど、うん、アバターの良すぎて、まあ、それを一緒に見て、うん、なんかまあその時に思いついたやつを言って、うんうん、でまあそれはね、うん、3人とも食いつくわそりゃ、うんうん、長野さんなんかヨーロッパ企画の日記に、うん、あのその僕がボソって言った設定に、うん、長野さんも室さんもすごい食いついたっていう書いてくれてたけど、うん、僕も長野さんにその言う前にちらっと言ってたら、うん、言ってた長野さんはそれちょっと分かりづらいんじゃない全然食いついてへんかったのになんかそうそうあそうそれでなんかすげえ勇気持って室さんにボソって言ったら室さんがすげえ食いついてきてくれて、あらで長野さんもそのさっきのそれがなかったかのように食いついてきて、こいつ何なかったことにしてんねんと思って、いや僕で日記読んだらさらになかったことにしてるから、いやもう僕本当になかったことになってるんで、いやないゼロな、やばない、やばくないそれ、本当に記憶ございませんな、まあまあそんなそんないいワードじゃないですよそれ、記憶にございませんでさ、それいや覚えてないですか、覚えてない、いや多分いや言われてちょっとピンときてなかったのかもしんない、うん、それはで全く同じ説明を説明してたよね、言ったら、うん、さっきあんなピンときてなかった人が、僕映画見た直後やったらって聞いたの、うん、ね、うん、ほんでああああつってちょっとあん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 じゃない、あんあんじゃない、あんあんあんそれ分かりにくいよねって言ってた、あーだから一回寝かせたの家でいや残ってたのその設定はけどやっぱ言われた後も言葉に出さないだけで、うん、記憶にえどっちですか、記憶にあるんですか、あるんですか、本当あんの、本当あんの、寝かせたんでしょ、うん、うん、寝かして、うん、でまあもう帰ったホテルで、あいいいいないいな、じゃなんでそれさっき一言言ってくれなかったんですか、いやそれはもう申し訳ございませんでしたとしか言わないんだけど他人の言葉ばっかから言ってもらってますか、うん、いやいやけどね、いや本当にねこれ楽しみな本当に共同作品、はい、アバウトタイムもしね上映中だったら見ていただきたいな、ああそうです、ね、踏まえてみても、うんうんうん、楽しい、どっちが先かな、諸式ってアバウトタイムの方がいいかな、うん、あーかハードル上げちゃうか、うん、そうそう、なるほど、うん、はい、つう感じでして、ちょっと他の藤木さんの作品の話とか上田の作品とかも、触れたかったんですけど、まあ、ちなみに上田誠の作品を見る前には映画のサマータイムマシンブルースを見とくといいかもしれないなっていうことだけはこれ聞いてるラジオの皆さんにはちょっと、まあ見なくても楽しめます、もちろん楽しみますけども、はい、はい、ということで、本田君、はい、このブロードウェイラジオはこのラジオドラマを割とね軸に置いたブロードウェイです、ブロードウェイなんでね、なのでちょっと目あのこの軸の中心の企画をこのタイミングでぶち込みたいと思います、はい、はい、では今回紹介するラジオドラマはですね、この番組の構成作家でもあります伊勢村啓太氏が、書き下ろしてくれました、タイトルセカラシカ、セカラシカ、セカラシカという、まあ、なんていうかな、漫才師のコンビの青春物語といいますか、はい、はい、をお送りしたいと思います、これ連続ドラマなのでね、ぜひお聞き逃しなく、聞いてほしいんですけども、はい、それでは早速ねこれ聞いてもらいましょう、これ最初に言っておきたい、はい、宮崎弁をかなり、うん、駆使したラジオドラマなんです、セカラシカっていうのは宮崎弁なんですよ、ね、宮崎弁だし九州の方では結構言うのかな、福岡でも言ってるかな、あ、うん、あ武田鉄矢さんが言ってるイメージありますもん ねバッテンセカラシカとかでね、うん、言ってるよね、うん、だからほんとうるさいよちょっと、うん、ちょっと黙ってよみたいなそういうような時に言うような言葉でございます、では聞いてもらいましょう、セカラシカ第1話です、どうもアサムです、はじめです、マンゴーズです、よろしくお願いします、ニュースなんかで見るけど国会っていうところは本当につまんないことばっかり言ってるな、そんなことないだろう、この前あったろ、女の大臣がマニフェスト書いたうちわ配ったっつって辞めさせられたやつは、くだらないね、いやいやあれはうちわが有権者に対する寄付になるから配っちゃいけないんだよ、お前うちわで買収されるやつどこにいるんだよバカ野郎、いやいやそういう法律なんだから、そんなこと言ってたらビラに書いてたって裏はメモに使えるぜ、いやそうかもしれないけど、うんこに書いてたってダメだよ、畑に持って行ったら肥料なんだから、何を言ってんだお前は、はいそこまで、
残念ながらマンゴーズのネタは強制終了となってしまいました。また来月このオーディションライブにチャレンジしてください。マンゴーズの二人ありがとうございました。お笑い芸人を目指して幼なじみのはじめと地元宮崎から出てきて5年目、東京生活5年目に入った今もお笑い事務所の公開オーディションを毎月受けては落とされる、何の進展もない日々を続けていた。なんやまた強制終了やじよ。売れちょ先輩たちと何か違うっつうとかね。俺たちが地方出身やかい仕方ねえし、関東出身の先輩たちと同じことをやるっちゃなくてよ、地元ネタとかやった方がいいじゃねえか。そんなことねえが、お前天才の俺がネタ書いちょっちゃかいよ、信じてくれんか。まあけどあれやじね、お前のセリフのリズムが割り方っちゅのあるけんね。じゃあまた俺のせいやとか。いやお前そういうとこあじね、一言目から間がおかしかったかよねお前。いや本当やったら首やじ。あそう、まあまあまあ心配せんでもよ、お前のリズムの悪さをカバーするアイデアも考えちゅうが、感謝してくれんか。ああはい、ズンチャズンズンチャズンチャズンズンチャ、スポーツマンに俺はなる、ズンチャズンズンチャ、毎日泳ぐ習慣をつける、ズンチャズンズンチャ、舞台の上でも目が泳ぐ、はい、ズンチャズンズンチャズンチャズンズンチャ。はいそこまで、マンゴーズ残念でした。また来月挑戦してください。俺たちは懲りもせずに同じようなネタをしては残念終了。はいまた来月。オーディションライブに落ち続ける日々を続けていた。じゃかいよ、あそこの間の取り方がちげっつよ。イライラせんでよ。イライラしてねえが、お前のツッコミの魔王よ。そうじゃねえやろ、俺たちが受けん原因はもっと根本的なよ。ああそれよりもよ、あれやねえか、お前が考えたマンゴーズってコンビ名が田舎臭くてよく願ったかもしれんじね。ちょ聞いちょっとか。なんね、解散しよっか。はあ、なお前何言ってよ。お前とはもう続けられんじ。もう ふざけんなってよお前。何もできよ、お前のために俺がネタ書いてよ。いつもそうやじね、お前一人で虚勢ばっか張ってよ。てげよだきが。うるせえがお前ネタも書いちゃうくせによ、俺と解散して何ができってよ。宮崎に帰るわ。ちょ待てって。本当やったら俺首やっちゃろ。待てつっちゃうがね。ほんじゃね。じゃあじゃあ待ちくれんか。セカラシカ第一話を聞いていただきました。今月のラジオドラマはね、私長野も出演しておりまして、はい、で、まあ、修役私長野、そしてはじめ役相方のねは本田君に出てもらいました。あそうですね、はいはい、ありがとうございました、はい、でライブ MC、はい、これこの、作品の作家でもあります伊勢村啓太君が、うん、彼自身は芸人さん時代がありまして、だからまあ本当に、ね、まあ、漫才のネタもいっぱい書いてたし、うんうん、銀行員、うん芸人、うん、劇団員っていうっていう経歴の持ち主ですよ、うん、変わった経歴はね。そうだよね、うんうん、でもこれ伊勢村くんが書いて、うん、その宮崎弁のところは、うん、はあの僕が書き直してるんですね。そうです。あ翻訳、はい、最後ね、うん、最後のセリフね、うん、ちょっと待ちくれんかっていう、うん、待ちくれんかって書いてあったのに、うん、長尾さんやる段階で、うんうん、ちょっとマチクリンカーって言ってたんですけど、マチクリンカー、あー、うん、まあ、なるよね、もうネイティブ、ね、いや自分で台本書いてるのに、うん、アレンジ加えるってどういう
どういうつもりなんやろなって思って、ね、最後だけちょっと違和感が残り、違和感残った、まあ、文字を見てるからね、うん、聞いてる人にはソウルが伝わってるので、うん、多分問題ないなと思う。でもその方言って伝わりやすくていいですよね。いやそうなのよ、うん、だからなんか普段標準語だったりするから今京都に住んでるし、うんうん、でやっぱどっかあのよ抑えてる感情っていうか、はい、があるなというか、で、うん、宮崎弁をあの口にした時に、うん、すごくこう体が緩むというか、感情もこもるみたいなことがある。だから台本読んでても、うん、ちょっと宮崎弁に寄せるだけで、うん、ぐっと気持ち込めやすくなってるとか、不思議なもんで。僕も全然宮崎弁喋ったことないけど、うん、なんか感情込めやすかったですね。あ、ほんと、うん、なんでだろうね。なんでですかね。そういう媒介になってるんですかね、うん、感情をこう表出させる、うん、不思議なもんでした。またこれね、第2話、来週お楽しみということなんですけども、はい、本田君、このラジオ番組ね、このラジオドラマも、まあ、メインなんですけども、はい、おなじみの名物コーナーもございまして、名言酒場というコーナーがございます、うん、これねちょっとね、まあ、このラジオドラマの余韻に浸りながら、はい、まあ、名言をね、うん、バーに行って聞いてさらに酔わしてもらえる、そういうバーがあるんだけど、うん、先月行ってみたら、うん、ちっとも酔わしてくんないのよ。あら、もうポンコツマスターがいて、はい、うん、けど第二のマスターっていうのもいるらしいから、ちょっと第二のマスターそういるらしいのよ。違うお店があるんじゃなくて第二のマスターがいるんですか。ツー、うん、マスターいるらしくて、うんうん、2マスターでやってるらしくて、シフト制でやってるんですよね、うん、だから第二のマスターがいなければ帰るし、ちょっと行ってみましょうか、うん、はい、はい、名言酒場。どうもマスターです。あ、マスターあなた、はい、第二のマスターですか、もしかして。そうですねどう聞いても寡黙そうなマスターなんですけど。そうなんです、ね、ねえ、先週までのマスターをボコボコにして、ボコボコあ、そうなんですか。あの裏のゴミ箱のとこに今よく漫画で見る描写ですけど、うん、そうです、申し訳ないです。ぼったくりじゃないですか、ここ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん、先週まではぼったくりだったんですけど、うん、今週からはちゃんとした、うん、あー、本当にちょっと酔わしてくれる。もちろんです。うん、今回がですね、はい、はい、コンビの2人の話ということで、そうなんですよ。まあ、マスターのキャラが急に崩れたんですけど早かったね、はい、マスター保つの グラデーションが見えましたけどね。選手までのマスターがなんであんなのやったか分かりました。ああ、これ難しいんですよ。難しい。そうなんだ。これ立ち位置マスターが難しいんだ。なかなか難しいんです。だってさ、マスターってさ、やっぱさ、はい、人生経験を踏まえてああいう声になってるわけでさ、うん、初めの大年がしゃべって、うん、はい、お店のムードとかをね、うん、やっぱ表してるわけでしょ、うんうんうん、やっぱだから作ろうとして作るもんじゃないからさ、うん、ペラッとした声しか出ないから、うん、しょうがないです、はい、じゃあ名言いきます、はい、一人で考え、一人で素晴らしい作品を生み出す人なんてそんなに嫌しないよ。天才には必ずその天分を引き出す人間がいて、そいつの方がもっとずっと天才だったりするんだ、うん、あー、いいですねこれ。あら、どうです。いや、僕ちょっとズーンときたんだけど、うん、この作品のひょっとしたらテーマになるかもしれないような、うん、だからなんですけど、自分がね、あの結果、成果、名誉を生み出したかのように思えて、うん、まあ、それを導き出した人が必ずいるっていう、うんうん、だいたい聞く人がいて、その人が、うん、引き出してくれてるという、そっちの方が天才だったりするんだよっていう、あ、聞いてる方が天才って。そう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 。え、何この名言、ちょっとすごい来たんだけど、マスター。こちらですね、誰の名言なの、うん、赤塚不二夫先生の。うわー、そうでしたか、はい、あー、あー、特に漫画家さんの仕事ってのはやっぱ編集者がいて、ね、特に赤塚先生の場合はその、うん、ブレーンとか、はいはい、アシスタントシステムというか、うんうんうん、を初めて確立された方なので、うん、あ、そうなの、その漫画業界に、漫画業界に、へー、うん、いろんなアイデア役をボンボン入れてっていう、うんうん、はあ、正直言葉にはピンときてなかったけど、うん、赤塚先生の言葉って聞いた瞬間に酔いが回ってきましたね。あ、うん、順番大事なのかもしれませんね、うんうん、うわ、深みがね、ぐーんと、うん、まあ、赤塚不二夫さん自身もね、うん、いろんな人をさ、うん、その有名なタモリさんとかね、はい、そういう人を引き上げるみたいな、ね、そうですね、うん、そうやってこう、うん、自分を引き出してもらってた感じがあるらしいですね。あ、これはいい。いや、本当にね、さっきのラジオドラマのおさむに聞かせてあげたい名言ではあったね、うん、初めにも聞かせてあげたいですけどね。初めは分かってんじゃないの、としたら分かってんのかな、分かってんじゃないかな
分かってたらこのドラマ終わるでしょ。あ、そう。あ、そう。分かってない二人の話だそうか。ということでね、そんな感じですけども、マスター良かった、第二のマスター。あら、本当ですか。うん、これでもいいですね、そのラジオドラマにちなんだ、うん、その名言が聞けるっていう、うんうん、あの先月もやってたんだけど、うん、なんかしっくり来なかったんですよね。あ、そうなん。じゃあ、うん、まあ、よかったですか、うん、じゃあ裏行ってもう一発蹴ってきます。あ、いいと思います。はい、はい、いや、救急車呼んであげてください。救急車を言ってください。ではまた来週も来るよ、マスター。はい。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。エンディングです。本田君、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いかがでした？あっという間でした。あっという間でした。はい。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、楽しかったです。はい。でね、まさに来週ですよ、うん、11月12日水曜日、はい、このブロードウェイラジオの公開収録イベントがございます。わー、すごい、もうすぐやるんですね。そうなんです。始まってすぐ。はい、会場はですね、福岡のケゴにあります、はい、カフェテコさん。これは僕らよく お世話になってるカフェなんですけども、はい、そちらで、夜のヨーロッパ企画、ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ公開録音というイベントあります。出演は私、長野宗則、そして今月のマンスリーゲストでございます、はい、本田力君、この2人でやらせていただきたいと思います。あ、まあ、オープン18時、そしてスタート19時、うん、出てまあ90分から、うん、2時間ぐらいのイベントになるかなと思います。ご予約はですね、お問い合わせ、はい、3オックロック、電話番号言いますね、092-732-1688 092-732-1688、こちらお電話かけ間違いのないようによろしくお願いします。こちらでご予約受けたまわり中でございます。はい、はい、ということで、もう一個告知させていただきます。冒頭でも、お伝えいたしました室敷8、の福岡公演のご案内です。11月13日木曜日、11月14日、金曜日、イムズホールにてございます。そして、大阪公演もございます。11月21日金曜日、そして11月24日月曜日まで、ABC ホールにてございますので、ぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。本田君もこの舞台に出てますので、はい、はい、よろしくお願いします。この番組では皆さんの質問、ラジオドラマの感想などお便りも お待ちしております。宛先は、46way@yoroppa-kikaku.com 数字の462、英語で道の way way、 そして @europe-kikaku.com でお願いします。今聞いててわからなかったよ、聞き取れなかったよ、メモできなかったよという方はね、ヨーロッパ局のホームページにも、ブロードウェイラジオのバナーがございますので、そちらをクリックしてください。そしたら、すぐにですね、アドレス出てきますので、そこからすぐメール送れます。はい、ありがとうございました。で、本田くん、また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、また本田くんのね、知られざる一面もこの1ヶ月間でね、導き出したい、引き出したいと思います。そうなんですか。はい、わー、楽しみ。よろしくお願いします。どんな自分に出会えるか、はい、楽しみです。ではブロードウェイラジオ、来週もお楽しみに。さよなら。